はようございます。そういえばちょっとやっちゃってるね、マネージャー3針ぐらいいっちゃってるね。ね、あの旦那さんが着物着出した方ね、気をつけてくださいね。あの男の人って糸一本でバーって縫われてるってあんま分かってないみたいで、言わなかったの、破けたって。すぐ言ってくれればさ、ちょっと止めて終わるのに、どんどん広がるってこと知らないよね。あのそういうのね、あの怒らないから、ちゃんとすぐに破けたら言うのよって伝えた方がいいと思う。別に私も怒るつもりなかったんだけど、言ってくれなかったのもびっくりしましたよ。両方やってた、ブチンブチンって。やっぱ男の人って荒いね、動きがね、慣れてないからね、まだね。まあね、私なんてね、やっとで買ってもらえたおあつらいの着物だからね。もう言うても普段着にガツガツ使うけど、大事に大事に使ってるんだけど、やっぱりね、男の人はね、そこまでありがたみがないのかなって思いますね。はい、今日はせっかしぼりの手ぬぐい入りと、はい、今さんの、麻の長襦袢ですね。そしてこちらの尻尾文様柄の方のレースの着物です。はい、これもともと紺色じゃないですからね。もともとはこの黒色でしたからね。あのコメントにありましたけどね、紺色が欲しい、この色が欲しかったって。この色はあの染めれません。紺色に染めたらこんな色にならない、もっと青くなります。この独特の黒みがかった青っていうのは、黒が落ちてこの色になるから、この色なので、黒を いっぱい着て、ちゃんと洗ってっていうのを繰り返すと、漏れなく最終的にああいう色合いになるよというお話です。はい、それはね、たまたま知ったと。数年前に、あれこの着物色変わったなっていう時期があったの。急に黒い着物で何でもなんかこうまとまっていいなって思ってたんだけど、な、黒じゃなくなってきてないみたいな感じだったんです。で、別にそれを狙ったわけじゃなかったんだけど、そうなってたという話です。はい、あとね、あのいろんな方がね、今レースの着物初めて手に取る方がいて、逆にあの木綿、完全に木綿の軽い着物しかあの着られてない方がね、ちょっと着るコツが分かんなくて、下前が落ちてきたとかっていうレースの着物ね、お話ありますけどね。やっぱりあの糸のね量が多いので、生地的にはしっかりとした重さがあるんですけれども、ちょっといつもより裾をね、クッと上げ気味に切るというのがポイントです。はい、あんまり別に腰紐をギュッとする必要はないんですけど、ちょっと上げ気味に、ちょっと裾しぼまりにしてもちょうどいい感じに広がっていくんで、そこでなんかいい感じで安定されますわ。ちょっと待って、ちょっと待って、ハッくん、どうしたの、どうしたん、ハッくん、足2メートルしたくなったん、ん、どうしたん、ハッくん、うん、どうした、で、ハッくん、あ、入ってきましたね。あ、まあちょうどいいや。こんな感じでね、ちょっと裾をね絞って、着てもちょうどいい感じで落ち着くんですよ。なんでかっていうとね、ここをやっぱりあの布の折り返しが厚みがあるので、そこでねちょっとズレが生じるんですね。ここね、こうやってここですね、ここ、こうやって折るときにね、ちょっとズレが生じるのでね、それでズルッと落ちる場合があるんですけど、ちょっと上着気味にあの着ればちょうどいい感じに自然とあの遊びが落ちていい感じになります。今ものすっごいお尻にね糸くずついとった。動画じゃわからんで、ね、びっくりした。
本当ね、この黒いレースがこんなね色落ちるって思わんかったん。私最初真っ黒で買ったんよ本当に。でそのある年だよね、8年目ぐらいだったかな、急にあれ色変わったねっていう時があったのよね。その時にあー真っ黒でかっこよかったのになんか濁った色になっちゃったって思ったんだよね。なんでもパシッと決まったのにと思って、でなんか新しい黒いのこのレースのないかなって探してもなくてみたいなのがずっと続いてた感じでしたね。でなんかいつの間にかこの色がいいって動画で言われるようになって、え、そうやったんみたいな私にはだいぶこう色が抜けちゃったジーパンみたいな感じなんだけどなって思いながら、もともとこの色じゃないのも知ってるので、まあでも知ってるのも家族だけだしね。あの頃動画も撮ってなきゃ多分写真もそんなに残してない。カメラも出かけたことをいろんなとこ出かけてたけど、そんなにねなんか写真得意じゃなくて自分が、なんで子供を撮る写真、子供と息子とマネージャーを撮るっていうのはあるけど、私っていうのはあんまりなかったんですよね今と違って。だから動画をするようになって写真を撮るのを慣れてもないけどまだ戸惑いながらですけどね。はい、今日こちらのペラオビと、あ、だから動画の方が楽なんですよ写真よりはい、はい、こちらの青い帯締めで、青で締めますね。で、この青は、どこにもないかと言いますと、実はこちらのかんざしに使っております。はい、まあ、無彩色なんで足し色全然いろいろ OK、 もりもりのもう揚げとか帯揚げとかももりもり可愛いのも OK だし、すっきり名古屋帯も OK だし、いや本当炉の名古屋帯でも普通の名古屋帯でも全然このレース受け止めてくれるので安心してください。はい、帯周りは季節に応じて自分の、したい帯をしたらいいと思います。早くね男性もできたらいいね。元半さんだけだもんね今のところ男子です。着物めっちゃ似合うのに、黒くてかっこいいんだよね、スキッとしてて。まあ、ダブルOさんがね出来上がるのを楽しみに私は待っているんですけれどもね、絶対似合うじゃろうなと思って。マネージャーは秋にできますが、第2弾の方で頼んだんです。実は本当はねすぐに頼むつもりやったあの方はなんだけど、レースの着物第1回応募締め切りと、実は着物交換会第1回第1回じゃない、着物交換会の応募締め切りが実は同じ日だったんですよね。なんとなく会っちゃったんだよねその日にたまたま。そしたらもうなんか割にそのね問い合わせが多くって、その申し込みだけじゃなくて申し込みに対してのお問い合わせが多くて、そのねもう申し込みを決めたもう日からずっと忙しくってマネージャーで、なんかもう自分のレースの着物のことを完全にぶっ飛んじゃって、後になってあっって言ってて、
でも寸法も私なんかどっかやっちゃって、マネージャーの寸法わかんなくって、わかんなくってもとりあえず予約だけしないよって言ったんだけど、もうそのままもう本当にあれよあれよという間に、ゴールデンウィークが過ぎみたいな、何回も会ってるのに忘れてたっていうね。で、この間ちゃんとね募集あの予約をしたんですけどね、マネージャーの場合長襦袢も必要なので、長襦袢もお願いしなきゃいけなかったりとかいろいろあって、それでなんか新トスコアさいつ商品化できるかなみたいな話とかをいろいろしてましたね、モタハンさんと。ね、新トスコアさ堅牢土問題が解消したそうです。とてもあの強く染めれるようになったみたいで、トスコアさん的にやっと OK が出て、私はもう OK だよって思ってたんだけど、あのトスコアサさん、トスコさんが、いや俺たちの生地はもっと染まるはずだみたいな、もっと色落ちしないはずだみたいなね、なんかあの非常に男気あふれる、あの一生懸命ねあの改良してくださって、あの一応堅牢土問題は事なきを得たようです。なので、商品化に向けて着実に進んでいるようなんですけど、最初にどの色を売るのかな、やっぱりあの牧江さんが着てた茜色と私がサンプルで使っております水色ドラえもんカラーなのかな、とりあえず最初は。でも本当ね、あのそう、あの私もともと黒と黄色ってすごく、あのお坊さんも黒と黄色の組み合わせじゃん、で黒と黄色ってとってもね高貴な色合わせですごくねあの好きなんですけど、あの黒と赤よりも昔からある色合わせで好きなんだけど、あのからし色は本当にねこう暗くなってダメで、で本当にあのレモンイエローみたいな色じゃないとダメなんじゃないかなっていうのはありますね。うん。でも暗い色、灰色とかがあったら、あの愛の季節に例えばあのちょっと薄めの長襦袢、着るあの長襦袢じゃない着物、木綿の着物とか着るときにちょっとあのなんていうのかな、こういう夏物でも暗めに見えたりとかね、こういう綿麻のね浴衣地でも暗めに見えたりとかしてちょっといいので、暗めのあのと新トスコアサさんの記事もあったらいいなと思いますね。うん。で何気にあの全然話に出てなかった白の新トスコアサ、あれは必要なんでしょうかあの全くみんなカラーの話をしてて、全く定番の白っていうのを頭に眼中に一切なかったんだけど、どうなのでしょうかどうなのかなよくわかんないけど、うん。でまあ、あの私炉の長襦袢、あ長襦袢、炉の夏のねあの訪問着を着るときに真っ白のトスコアサを下に着てたんですけど、全然大丈夫でしたね。割に、使い回しができますね。なんで、お茶とかされる方、例えば一重のあの一重の着物をちゃんと証券で着なきゃいけない方とかが、あのトスコアサの白、新トスコアサの白だったら、あの新トスコアサの生地自体がこういうなんかガーゼのスケスケ感みたいな、こういうスケスケ感がなあんまりないんですよね。染める前からしっかりしているので、あんまりこうなんかガーゼっぽい感じがないので、割にごまかし効くんじゃないかなと思います。白の新トスコアサもお稽古されている方はあると便利じゃないかなと思いますね。あとお仕事されている方ね、うん。まあ、トスコアさんはねもともとねあのお仕事されている方に愛用されてたようなんですけど、一部のねね、ココさんココさんとそんな話してましたけどね、うん。トスコアさんは持つという話をして盛り上がっていたんですよ、ココさんと。またゆっくりお話ししたいなと思いますね。今回あの何気にね関
トーンの方と話す時間が少なかった気がするんです、うん、人数多かったんですけど、どうしても東海は私結構糸辺の町で何回も行ってるので、あの何回目かのこんにちはの方たちとかも結構いらっしゃったのであれだったんですけど、関東の方は初めて実際にお会いする方も多い中、あんまりゆっくりお話できなくて、飛行機の兼ね合いもあったりとかもあって、それがねめっちゃ心残りですわ私。はいごめんなさい。うん、なんかあ、そういえばそんなに喋れてなかった、いつも結構チャットにもね入ってきてくださってるのに、うんと思いましたね。またなんかあの向こう方面行く機会ありましたら、あの関東チームの方とオフ会とかもいいなと思いますけどね、うん、なかなかあっち側私行く用事がまあ本当になくて、うん、ムーミン谷ですかねそれだと埼玉ですね埼玉行こっかムーミン谷着物の人で埋め尽くそうか。じゃあなんかムーミンの生地でね、なんか手作りの半幅帯ぐらい作らんにゃねそんなことをブツブツ思いますけど、あ、旅もいいよね、旅も。そう、なんかね、そういうの、なんか、あ、そういえばって1ヶ月経ってこう、なんていうのかな、あの平常心に完全に戻って、あ、そういえばあんま喋ってないよなっていうのがあって、まああの、うん、すごくありますね、はい、本当はね、あのね、北信越も全然しゃ、あの実はね、こうあの宴会の時とか、あとそのなんだろう、ナタデラの時とか全然お話ししてないのね。でもな、北信越だけで車で動けてたんで、全然もうあのもう、 うちら大丈夫だよって言ってくれてたんで全然気にしてなかったんですけど、でもたまたまね、北信越チームはあの夜あのお部屋に伺ったので、そこでやっと喋れてよかったなと思うんですけどね、それがなかったら結構本当にあんまり喋ってない感じでしたね、うん、なんでまたね、あの全国を回った時にでもオフ会があったらいいなと思っております。ちなみに7月は、手ぬぐいフェスで大阪に行って、もうねそこら辺の、段取りはゆうこさん、あの大阪組長のゆうこさんがね全部仕切ってくださってるんですけれども、いつもありがとうねあのお食事会をね、手ぬぐいフェスの後にね、夜ちょっとみんなで集まってご飯食べるっていうのをする予定でございます。はい、それもすごい楽しみにしてます。ちょっとね本当にね、あの小松駅でね、最後ね、おーみんなって言ってね、結構泣いたの、バイバイっていう時に、着物交換会の時に、でもすごい号泣された方がおって、でもゆうこさんがあの1ヶ月後に会う、手ぬぐいフェスで会うって止めとったことがあって、あ、本当やっていうのはあったんですけど、でもね本当にあのちょくちょく会えたらいいなと思いますね、そう思います。まあ8月はね全然動けないと思うんですけれども、またねあの落ち着いたら動けたらなと思いますね。はい、そんな感じです。今日は、新品の方のレースの着物でございます。今日もめちゃめちゃ実は涼しいんです。石川県もあの網戸にしたら寒いぐらい、 T シャツ、長袖の T シャツ1枚じゃ寒いぐらいの風の冷たさでございます。どうしたどうした、めっちゃ寒気が来てるぞみたいな感じなんですけど、多分台風が近いので、台風の関係があるので、方向的にめちゃめちゃ暑い地域とめちゃめちゃ寒い地域になってると思うんですけど、今石川県はめちゃめちゃ涼しくて、そんなに湿度も高くなく、いつもよりはっていう感じでございますね。
はい。で、レースの着物が、こういう時は本当にずっとお役立ちアイテムなので、今年は随分長く着れるねっていう感じです。はい。こちらのレースの着物ですね。はい。今さんの長襦袢に合わせたんで、青がね、キラキラって感じでは透けないんですけど、上品に透ける感じでございますね。それぞれの長襦袢の透け方がね、非常に素敵ですね。で、全部、どっちも合うっていうのが微妙なんですけどね。そして、ペラ帯は、これは頂き物なので、本当に、もうどうだったかは覚えてない。誰からもらったかも覚えてないけど。で、帯締めが青で、かんざしの青と合わせております。こちら、いただいたかんざしでございます。そして、足元が、はい、ののちゃんと、黄色い足袋でございます。ね、ほら、黒と黄色ってすっごい合うでしょ？ね。このね、帯がベージュなので、ちょっとトーンを落として黄色っていう形で、そしてののちゃんが茶色、トーン落ちたね。はい、ののちゃん、はい、ののちゃん、どうした？どうした、ののちゃん、どうした、ののちゃん。 こんな感じで過ごしたいと思います。 どうした、ののちゃん、急に盛り上がったね。はい。今日ね、アイシャドウ変えたんだけど、変わらんね。色があんまり変わらんので変わらんですね。あんまりもともと厚化粧じゃないんですけど、もうちょっと化粧薄くしたいなと思って。 どういうことだみたいなね。なんかうまいことできんかなと思って、いろいろちょっとずつね、なんかこうリニューアル、フルチェンジはしないみたいな。 色は変えずにみたいな感じでやってるんですけど、これケイトの、アイシャドウを使ってみました。今回はケイトの赤のアイシャドウを使ってみました。はい。で、ちょっと、頬紅を変えました。逆に暗い色、ベージュみたいな頬紅にしてみました。ちょっとね、私はね、私は45歳なんです。 あ、おばさんなんですね。あ、そういえば何日か前の、YouTube のコメントの書き込み欄にね、BBA って書き込まれてましたね。多分ババアって言いたかったんでしょうね。ですけど何かって言い返しましたけどね。だってそうじゃん。だからわざわざそう書き込んで、だからなんちゅう話なんやけど、そうなんですよ。別に私は若くないし、別に若作りしてるわけでもなく、自分に合うものを選んで使っているだけなんですけれども、室内の仕事の割に、パン屋でね、20代の頃はずっと私、外回りの仕事してたんですよね。ヤクルトレディやってました。化粧品のね、やってました。あの時が一番日焼けがひどかったですね。あとは本当にね、子供がちっちゃい時に一緒にね、もう海行ったりとかっていうのも、ほとんどマネージャーがお家に仕事でいなかったので、いつもね、2人で遊んでたので、2人で遊べることっていうのでやってたので、まあ、ワンオペとかっていう言い方、当時はなかったんですけど、まあ、要するに2人で遊ぼうぜコーナーみたいな感じで、2人で わーってお外で遊んでたんで、好き放題してたので。で、だからなんかこう、なんていうのかな、結構20代の後半、かなり日焼けしてたんですよね。で、その頃一番肌が弱くて、日焼け止めが塗れなかったんですよ。もう塗ったらもう、ブワーって痒くなって真っ赤になっちゃうので、塗れなくて、なんか本当に、みんな知ってるかな、マイコハンのおしろいって、パウダーだけのやつ、あれをつけてただけだったんです。化粧水、乳液をつけた後にそれをつけて終わりっていう感じだったんですよね。化粧水、乳液、クリームつけて、そのお粉をはたいて終わりだったんで、ほとんど UV ケアができなかったんですよね。っていうのと、まあ、あとは多分この私のシミは両方まんべんなく同じ位置にほぼある。このシミはね、ストレスジミの方なんですよね。肝斑ってやつですね。なので割にここら辺がシミがあるんですよね。で、これをね、コンシーラーで隠すとここは動くので嫌なんです、熱くなるので。なので私は隠してないんです。
ここら辺は、まあ、ここをちょっとだけね最近コンシーラーで隠してるぐらいなんですけど、ここは昔ね泣き袋があった跡がまたなんかシミになって出てきたので、それをちょっと隠しているぐらいなんですけど、ここをねなんか頬紅の色で隠せないかなと思ってで、ベージュの頬紅があったので、ベージュの頬紅をね全体的にふわってしたら割に隠れた。結構だからここにシミある人、一回ベージュの頬紅を軽くしてからあのカラーの頬紅にしたらいいかもしれない。結構ねコンシーラーとかで点々点って隠すよりも色がちょっと濃いので、ふわーっとあんまり濃いシミじゃなければ、わかるかな、わかるよね、ここにシミがプツプツあるんだけど、これがもうここぐらいになるともうベージュのファン、あのなんだろう、チークしてるとあんまり目立たないっていうのありますねはい、あのチークを変えましたという話です。セザンヌですよセザンヌいっぱいチーク種類あるんでね、あの結構チークでシミ隠せるんでやってみたらいいかと思います。あ、失敗しても数百円なんでちょっとやる価値あると思う。うん、コンシーラーよりも安いし、下手なコンシーラーよりも。コンシーラーってどうしてもねあのシワになったりぐちゅってなったりいろいろね難しいんですけど、こう全体的な乾板を隠すにはちょっとコンシーラーは無理で、かといってファンデーションを厚塗りするのは好きくないので、こういうなんていうのかな、ちょうど多分できている位置っていうのはみんな乾板の人って一緒なんですよね。ここら辺なんですよね、同じ位置にできるんですよね。なんでここら辺だとちょうど頬紅の位置なので、ちょっとベージュの肌色より濃い色を少し上に足してから可愛い明るい色をちょっとつけると割に目立たなく隠せるのではないかと思います乾板のシミでお悩みの方はやってみたら簡単でいいと思いますよ。結構ね地味にセザンヌは使いやすいですね。粉系のもの結構痒くなるものとかあるんですけど、割に、粉がパサパサしないお粉ですね。こちらですね、セザンヌさんの。ほらベージュでしょ、すごい。これはね頬紅ですね、ナチュラルチーク05番です。私、今日使ったのちょっとだけラメも入っているんですけど、さほど目立たない感じです。このねちょっと肌色よりもちょっと暗い色をつけることによって、さらにもっと暗い全体的にボワーっとある乾板が若干隠れるという効果がありますね。まあ、その後に、普通にチークをのせているんですけど、私がいつも使ってるチークがだいぶ減ってますけど、こういう3色チークなんですけど、割にこのピンクを使ってるんですけど、今回こう混ぜて使ってます。こちらはポーラさんのミューゼルシリーズのローズの01番ですね。こっちが結構本当にびっくりするぐらい細かいラメが入ってて、ラメ感が全然わからないんだけど頬が綺麗に見えるっていう、割にデパコスぐらいの価格、でもあれです、いくらぐらいかな、多分3000円から4000円の間台の頬紅で、こちらはセザンヌさんなので確か500円したかな忘れたけど何がね違うと、やっぱこれね開けた時のここのミシミシ感が、あ、やっぱ安い作りになってるなっていうのを、コストを下げてるなっていうのは分かるんですけど、でも全然使えますのでとても便利です。ぜひ、セザンヌさん、あ、いろんなねなんかちょっと粉をね安い、プチプラアイテムでちょっと粉試してみたんですけど、
粉っぽい、粉が余計粉っぽくなってなんかカサカサになるっていう粉はまあやっぱ良くないですね。割に安いのに、セザンヌさんは割にしっとりしたお粉ですね。ケイトの単品カラーも割にしっとりした粉で重宝しております。はい、いつぞや買った、幼児屋さんのやつも使ったりはしてるんですけど、幼児屋さんはちょっともうちょっとピンクいので、なんだろう、逆に夏場顔熱くなるので赤らんでくるのでちょっと控えております。実は冬はね顔が冷えて白くなるのでちょっと赤らんだ方がポッとなるのですが、ちょっと夏場は普通に動いてて汗をかいて赤らんでくるので非常に不便、逆になんか赤ら顔に見えちゃうので、今はこちらですね、ケイト使ってます。こちらですね、しょうまるが仕事行った、この3色ケイトさん、これ一つ600円ほど、650円か。こっちが40番の1、ん？こっちですね。32番の一番濃い赤なんですけど、こっちを全体二重幅、二重なんだよ、本当は奥二重。ここを入れて、で、まあ、こっち全体的に入れてるんですけど、こちらのすごく馴染みのいい、これおすすめなんですけど、47番。この色ね。この色すっごいおすすめです。何がおすすめって、眉毛描いた後に、ちょっとなんか、ボヤーンってなったりとか失敗したりとかの跡とかあるじゃん、そういうのとかもこれ指につけてピッピッってやったらもう全部消えちゃう。ここら辺綺麗になります。ここら辺が私はハイライトとしても使っております。 T ゾーンにも使っても全然平気で、しかもめちゃめちゃね粒子が細かくて乾燥しないんですよこの子。なので非常に年齢層の高い方おすすめでございます。ぜひどうぞどうぞ。逆にね真っ白のなんていうのハイライトつけると余計浮いて見えるんだよね、あんまりある程度年齢いくと。まあそれはねある程度年齢いかないとわかんないんですけど。そうですよね。なので黄色いちょっとね薄い色をねうまく使うと割に他のなんていうんですか、そのピンク系でも綺麗に見えますね。まあもともとイエローベースとかいろいろあるんですけれども、年取ったらどの道くすむので、もともと割に要するにまあ黄色人種なので黄色い色っていうのがあるんですよね。私もやっぱり黄色の色がどこかにあって黄色っていうのをうまく使うことによって割に黒いシミとかが隠れますので、ぜひやってみたらいいのではないかなと思います。なんかこうなんでコスメの話しとったんやろうね今日。はい、今日こんな感じで過ごしたいと思います。それでは皆様良い一日を。なんやろこの動画、良い一日を。入ったピンちゃんピンちゃん、なんで全然上登って降りてこんの、ピンちゃん。ピンちゃん今日爪切ろうよ。上に登っとる割に触ってほしくないわけじゃないんだ。
モンドル。モンドル。モンドル。みたい。かわいいね。高いとこでかわいさを振りまかれても全く届かん。足つる足つる。限界限界。じゃあおやすみ。じゃあおやすみ。うん。触っても怒らん人。おやすみ。